今さっき足利のヨークベニマルに行ってきました。うちは新聞を取ってないので全然こんな回転新装オープンみたいな情報は全く知らなかったので、行ったら急に駐車場が満車で、平日なのに超なんか混んでるなと思ったら、こういう感じでなんか2階もずっと閉まってたのが、あのベビー用品ですかね、こんな感じが新たに入って、2階が5年ぶり以上ぐらいにこう2階がまたできましたね。で、1階は通常通りこのスーパーで、今日の売り出しはこんな感じで、ちょっとこの辺の値段は安いか高いかちょっとよくわからないです。納豆だけはとりあえず買いました。で、あとこの肉がちょっと安かったですけど、あのこの半額っていうこのステーキは、ステーキ肉は普段売ってないような、なんかめちゃくちゃ高級な5000円とかのが半額っていうことなんで、ちょっとよくわからないです。で、明日はこんな感じですね。まあ、そんなバカ安って感じじゃないんですかね。通常のなんかオープンじゃなくても日替わりではこれぐらいの値段は普通にあるんじゃないかっていうぐらいの値段だと思います。一応30日までこう日替わりのこの値段セールがあります。で、通常品ですか、この辺の刺身とかもこんな感じですね、値段的には。あとはその普段あまり魚売り場でこう卸してくれる人がちょっといないコーナーがあるんですけども、なんかそこが空いて、あの一匹丸々買ってくれた人に卸しますみたいな、そんなのもやってました。で、この辺の店は前からと一緒だと思います。あとこのパン屋がですね、リニューアルされてました。あのセブンイレブンとかでよくありがちな、あ、これベニマルなんでセブンイレブンと同じですかね、あのあんコーヒーのこういうのができました。あの辺のちょっと食べるスペースっていうのはもういつも同じような人がいつも休んでるんですよね。はい、こんな感じで足利のヨークベニマル新装オープン、たまたま知らずに行って混んでましたというあの動画でした。皆さんも足利のベニマルに来る機会があればですね、あのぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。あの足利のヨークベニマルはですね、あのこの閉店間際の夜10時までですけども、夜8時ぐらいから半額シールをですねバリバリ貼るので、この辺ではですね、あの僕としては、僕個人としてはですね、あのマミーマート、タイラヤ、ヤオコ、フレッセとかピタとかですねありますけども、一番あのお勤め品セールはあのおすすめのスーパーになってます。ぜひ皆さんも食材を買って買いに来てみてください。以上です。